こんにちは、ハイブリッコちゃんです。今日は動物当てクイズやりたいと思います。ホワイトボードに一文字目を書きます。動物の、そしてその動物も書きますので、何の動物を書いているのか当ててください。はい、では第1問、最初の文字はこです。ごのつく動物。知ってるけどじっくりは見たことがない。こうして、こうするか。これです。こんな感じだった気がする。じっくり見たことないです。はい、ごのつく動物なんでしょうか。はい、正解います。正解はゴールデンハムスター。ゴールデンハムスター、ゴールデン何がゴールデン？どんなですかね。はい。そうそう、こんなでしたね。ゴールデンハムスターは、ゴールデンハムスターはペットとして人気があり、最もよく知られるハムスター。地面に巣穴を掘り単独で行動をする。夜行性で昼間はほとんど寝ている。植物の葉、茎のほか昆虫類などを食べる。あれ、ひまわりの種は？これひまわりの種を書きました。あれ、そしてゴールデンってどこがゴールデンなのかしら。へえ、特にゴールデンの意味は書いてないけど、ゴールデンハムスターでした。はい、では第2問、2問目の動物、一文字目はカです。カのつく動物。カ、これもいや、じっくりは見たことがない。だったっけな。こうなって、どうだったっけ。見たことがないというか、じっくり見れない。こうなってて、これきっとわかる。
とわかる特徴的なとこ書いてみた。はい、正解はカメレオン。カメレオン、きっとね正解これは。はい、カメレオンはあれ、はい、あれ尻尾が丸まってる、あれ尻尾が丸まるのか、あ、間違えた、ベロじゃなくてねえ、どっち、両方丸まるの、こっちもこっちも丸まるのかしら、なんかこういうイメージでしたけどね。あら、尻尾がぐるぐるしてましたね、カメレオンは。はい、主に山地の樹木の上で生活する。体色変化が得意で、周囲の色彩、明暗、温度差、気分などで色を変化させる。お、気分でも変わるんだ。昆虫などを見つけると長い舌で素早く捕獲する。あ、やっぱそうですよね。じゃあこっちもこっちも丸まってるんだ。へえ、そっかそっか、だそうです、カメレオンね。え、緑ってイメージですけどね、他の色にもなる可能性があるらしいです、気分によりね。はい、では第3問。最初の文字はイ、イのつく動物、書きます。そう、これもねあんまりじっくり見たことないんだよな、興味がないから。そう、どうだったっけな。この動物にあんまり愛着がないです。感じ。こんな感じだった気がします。はい、イのつく動物なんでしょうか。あれです、そう、あれ、答えはイノシシ、イノシシです。ちょっとつもうしんイノシシでございます。はい、あ、はい、これですね。はい、イノシシ、植物のほか昆虫の幼虫や小動物を食べる。鼻の先端は軟骨でできた円盤状をしており、落ち葉や土を掘りながら食物を探す。そう、鼻ね、そう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 、子供にはカムフラージュの島があるが、成長すると消える。そうそうそう、鼻ね、確かそう、こんな感じだった気がしたんですよ。そうかそうか、ちゃんと役割あるんですね。軟骨でできてるのか。へえ、正解は、イノシシ、イノシシです。村にいっぱいいるね、スタタタタタね、通り過ぎるよくね、村の中をね。そう、ちょっとつまむし。はい、今日はゴールデンハムスター、カメレオン、イノシシでした。はい、
ではまた、バイバイ。本日もハイブリッドチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッドちゃんはツイッター、インスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。 Thank you for watching ハイブリッドチャンネル today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.